はいどうもこんにちは、フレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。前回ですね、最強サバイバーランキングっていうのをやったんですけど、意外とね反応が良かったので、今回はハンター最強ランキングやっていこうかなと思います。ハンターに関しては、仮に性能が低いハンターだとしても、使う人によってはもう化け物に変わるっていうのがハンターですから、あくまでもね、まあ、個人の主観によるランキングということを分かった上で、動画の方を見ていただけたらなと思います。それでは行きましょう、どうぞ。第10位 S10 白黒。今でもピック率が高いね、この白黒無常なんですけれども、前世紀は S10 なのかなというふうに思います。当時のね性能はこんな感じ。白黒無常でダブルタップがあったっていうことと、判定が強かったっていうことですね。白黒無常の調整が入ってすぐの時ですね。この時が個人的には一番強いのかなというふうに思いました。当時の白黒が強かったところをねピックアップして取り上げると、白黒無常の白の通常攻撃と黒のため攻撃の判定が強かったんですよね。ちょっと細かいことを言うと、白の通常攻撃が今と比べて 0.04 秒長く、黒のため攻撃の判定時間が 0.14 秒長くなってたんですよね。そんなに変わってないだろうって思うかもしれないですけど、結構ね判定が違ってて、特に黒のため攻撃はこれを見てくればわかるんですけど、お、そんなん当たるかみたいなえ、それ当たるかーってぐらいのね、強引な判定だったんですよね。で、白の通常攻撃も残り判定が強くて、板感に関しては強かった記憶がね、ありますね。で、あとね、白黒のワンアップのね、ダブルタップっていうのもね、あったんですよね。そもそもね、ダブルタップって何だいっていう方もね、いると思うんですけど、ダブルタップっていうのは、スキル攻撃をして存在感2段階目にして、スキル攻撃のクールタイムをリセットして、もう一回攻撃するっていうことなんですよね。例えば、雲だったら、雲の糸吐きをサバイバーに当てて、存在感2段階目にして、もう一回糸吐きをね、できるんだよね。これをダブルタップっていう風に言うんですけど、これが白黒無常でもできたんですよね。このね、動画にもある通り、ワープした後に飛んで、で、サバイバーぶん殴って、存在感2段階目になって、もう一回ね、飛ぶことがね、できるんですよね。これがね、白黒のダブルタップがね、あったんよね。これ懐かしいね。当時の白黒っていうのは今と比べて非常に機動力が高くて、板感に関してもかなり厄介な性能だったなっていう風にはね記憶してますね。 S13 現在でもね白黒版っていうのはちらほら見かけるんですけど、この当時っていうのは今以上にね白黒版がね流行ってた気がしますね。第9位シーズン12ピエン虫。シーズン12のピエン虫こと泣き虫ですね。この泣き虫はね本当に S5 で実装されてからS12 まで長らくね、修正されることがね、なかったキャラだったんよね。俺もね、シーズン6あたりに泣き虫を使ってたんですけど、本当に当時はね、弱虫ってね、言われてたんですよね。この泣き虫はね、何が強くなったのかっていうのはね、もうシーズン13現在だとね、よく見るキャラクターだからご存知だとは思うんですけど、まあ大きく2つの理由かなと思います。木の範囲から出た後にサバイバーに追尾する魂がある。で、存在感2段階目で木の範囲から出たサバイバーを足を遅くさせることができると。やっぱりね、強化後の泣き虫っていうのはさ、サバイバーとハンターとの距離を空けるようなチェイスをされる、距離チェイスと呼ばれるチェイス方法に対して対応できている性能になっているっていうところはね、すごい強いところだなと思いますね。存在感1段階目で使えるね、木の加速板もあるから、はちゃめちゃにね、機動力があるっていうキャラクターではないにしろ、まあ、多少の機動力も確保されているっていうところは強いところですよね。強化でね、もう無事強虫に、ね、なったよね。先日開催された IVC でもね、泣き虫は頻繁にピックされていたりだとか、大会でもね、使われるようになってきてね、かなりメジャーなハンターになりましたよね。昔は泣いてばかりのね、泣き虫だったんですけど、今はね、笑うことが多くなったハンターなんじゃないかなってね、思いますね。第8位、シーズン7。ハスター。強化されてすぐのハスターということで、今回シーズン7のハスターを選ばせていただきました。で、この時のね、ハスターは結構強くてね、このシーズン7の時のハスターっていうのは、大きく強いところはこんな感じ。触手を持つ時の動作が早い。救助中に触手を当たったら、救助がキャンセルされる。触手操作時の攻撃硬直が短い。まあ、この3つかなというところですね。ほんとね、この当時のハスターっていうのは、救助狩りダブルダウン性能がすごい高かったんですよね。個人的に一番強かったなって思うところは、救助時ね、触手攻撃受けたサバイバーが、救助キャンセルされるっていうところがね、すごい強かったんですよね。
だから救助しようと思った時に触手当たって手が離れちゃって救助狩りされちゃうっていうことがね、いやあったんですよね。タコが修正されてすぐの頃っていうのはね、タコ版がね一時期流行ってた時がねあるんですよね。そのくらいね結構強かった時期がねあるんですよね。この時のハスターの、まあ、救助狩りダブルダウン性能っていうのは高かったので、まあ、今回第8位として選ばせていただきました。第7位、ポポポンポポンポポン。救助狩りが特に強かったこの実装当初あたりのボンボンかなと思いますね。でこの時のねボンボンが強かったところはこんな感じ。オブジェクトを無視したスキル攻撃を持っている。サバイバーが救助中に爆弾に当たると救助がキャンセルされるというところが、まあ、個人的に強かったなと思います。まあ今でもねボンボンの救助っていうのはかなりきついんですけど、もうこの時のねボンボンっていうのは本当に救助がキャンセルされちゃうから、個人的にはねもう救助はできないみたいなレベルでしたね。本当にこの時のボンボンの救助はもうたまったもんじゃないっていうもうすごいね、傭兵を救助したいんだけど救助キャンセルされちゃってもうできないっていうね。今でもね強いハンターではあるんですけど、この時はね爆弾当たっただけでよろめきが発生して救助できなかったということなので、まあ、今回救助狩りという性能が強かったこの時代のボンボンを第7位として選びました。第6位、バイオリニスト。さあお次はですね S10 のホラゲー感あふれるこのバイオリニストおじさんことバイオリニストですね。このバイオリニストのね強いところっていうのはこんな感じですね。スキル攻撃の硬直は短い、瞑想の条件範囲が広い、救助狩りダブルダウンを取りやすい、暗号機への圧力をかけることができる優秀なスキルを持っているっていうねいうことですね。今でもねバイオリニストおじさんっていうのは決して弱くはないんですけど、当時のねバイオリニストっていうのは非常に優秀な能力を持っていたんですよね。当時はほとんどねバイオリニスト版っていうのをねしていたので、あんまり詳しく覚えていないのでバイオリニスト使いの方から聞いた話を交えて言うんですけど、当時は2個目の音符を出した後の硬直が 1.25 秒で、今だとね 1.4 秒にね変わってるんよね。今と比べてね救助狩りがしやすかったみたいなんですよね。であとね衝撃波の硬直っていうのも今だと硬直時間が 1.4 秒くらいあるらしいんですが、当時っていうのは1秒で、救助時に衝撃波を出した後に通常攻撃っていうことでね2発ダメージを与えるやり方もあったみたいなんですけど、それがまあ使いづらくなったみたいですね。個人的にここは強いなと思うんですけど、このサバイバーが瞑想する時の周囲に他のサバイバーがいない条件の範囲が当時はね24メートルあって、でね結構近くのサバイバーからね結構離れなきゃいけなかったんですよね。バイオリニストに関してはねこの音符によるね暗号希望外もかけられた上に救助狩り DD 性能もね高かったってことを考えると、まあ、非常にね強かったなっていう風にね思いますね。一時期ねバイオリニストバンも流行るくらいねよく使われていましたねこのキャラはね。第5位、シーズン12ガラテア。シーズン12のねガラガラちゃんの強いところっていうのはこんな感じかなと思います。全体負荷をかけることができるスキルを保持、彫像のスピードが速い、彫像での索敵ができた、すぐに彫像が合体できるというところなんですよね。今のね彫像のスピードは現在の泣き虫の魂と同じ速度らしいんですけど、でもね当時のガラティアはもう今よりも速い速度でね合体後の彫像が動いてたんですよね。もうこんな感じでねめちゃめちゃ速いよね。で当時は合体後の彫像がサバイバーの方向に進むので、その進んだ方向の先にサバイバーがいるっていうことなので索敵性能もねあったんですよね。今だとね耳鳴り範囲内でのみ索敵することができるようになっていて、ちょっとね範囲が限定的にねなってしまっているんですよね。もう一回彫像に当たったらもうポンポンポンって感じでね、なんかボーリングのピンみたいな感じでね一本当たったらもう一本行くみたいなめちゃくちゃねハマったら強かったんですよね。今でも強い性能を持っているこのガラテアちゃんなんですけれども、この当時の性能っていうのはねすごい強かったなということで、今回第5位として選ばせていただきました。第4位、シーズン3クモ。今はもう絶滅危惧種に指定されたんかってぐらいね絶滅しているこのクモちゃんなんですけれども、このシーズン3のクモはマジで強かったです。この時のクモが強かった理由はこんな感じ。クモ糸による加速時間が長い、同じ糸からでも加速のバフを受けることができる。クモ糸の糸吐きの CT は5秒、現在とはね比べ物にならないほどね長い加速時間を持ってたんよね。まあ、今だとね加速時間っていうのはかなり短くなっているんですけど、だいたい一加速で 2.5 秒ほどのね加速時間を持つことができて、板ぐるぐるするようなね板ぐるチェイスに関しては無効化するほどねぶっ飛んだね性能だったんですよね。クモ一頭のね加速が長いからもう板ぐるなんかできたもんじゃないっていうぐらいのね
強さを持っていて、もう本当にぶっ飛んでましたね。S13 現在から見るとね、やっぱり同じ糸からの加速のね、バフを受けられたので、非常に強かったなというふうに思いますね。ペーって唾吐いて、5秒後にもう一回ペーって吐けるから、それで椅子前で通常攻撃で、グッドゲームっていうことがね、できたんですよね。本当に強かったなと思います。やっぱ直接 OK のチェイスに関しては、この当時の雲を起こすね、性能はいないんじゃないかなってね、思いますね。2019年の12月19日のアップデートによって、一回ね、加速のバフを手に入れた糸から、加速をね、得ることができなくなって、無事、息の根をね、止められてしまったんよね。本当に今だと絶滅危惧種かなってぐらい全く見かけなくなってしまったキャラクターだよね。第3位シーズン4バルク。新しいハンターを作ることで自分の無念を晴らそうとしているキャラクターでおなじみ、このバルクですね。この時のね、バルクは大きく分けて2つ強かったなと思うところがあります。1つ目は壁の持続時間がね、長かったっていうことよね。で、2つ目は壁に当たる判定が広かったんよね。当時はね、僕はサバイバーをメインにプレイしていたんですけど、本当に壁の持続時間が長くて、救助者が釣られたサバイバーをね、即救助できなかった場合はね、もう、はい、見捨てーっていう感じでね、もう見捨てしなきゃいけなかったんよね。無理にね、4割間に合わないから9割でじゃあ行こうっていう風にね、行こうとしたら逆に救助者が駆られるっていうことが起きてたから、一回ね、即救助できなかったらもう見捨てだったんよね。当時のね、壁の持続時間っていうのは約11秒ほどあったんですけど、もう現在だとね、ロケットチェア周りのね、壁の持続時間っていうのはなんと6秒に減らされて、今だとね、ゲート付近のね、壁の持続時間っていうのは8秒ほどにね、なる修正がね、加えられてるんよね。ロケットチェア周りに関してね、6秒ってそこまでじゃなくねみたいな、そこまで短くなくねっていう風にね、思うかもしれないんですけども、ほんとこれ見てほしいんだけど、もう全然ね早いのよもうね全然早くてね、もうびっくりするよね。もう営業時間短すぎんってぐらいね、めちゃくちゃね早く柵がね降りちゃうんよね。でね、壁に当たる判定も今よりも広かったので、もうニート型のバルクっていうのも、まあ昔はいて厄介だったね、記憶がありますね。それ当たんのってぐらいね、壁の当たり判定がね、強かったんだよね。だからね、しょっちゅうね、壁に当たっては、サバイバー同士で立て直しをして、回復して、また外に出て、みたいなね、やりとりをね、してたんよね、昔は。で、このバルクに関してはね、本当にね、多くの修正が加えられて、で、本当にね、かわいそうなくらい修正がされていて、アップデート情報を見返しててね、思わず笑ってしまった修正があったのが、この修正なんですよね。2019年の9月26日に行われた修正なんですけど、アップデート情報には月の川公園の橋の上に設置された地形壁の持続時間は大幅に減少されましたっていう風にされてるんですよね。あ、大幅に減少されたんかなっていう風にね思うんですけど、全然もう大幅っていうレベルじゃないんですよねこれ大幅というか、もうこれ出してないようなもんじゃないこれもう営業時間と閉店時間が同じっていうね完全にギャグだろってぐらいね、すごい弱体化が加えられて、今だとお亡くなりになってしまいましたね。ただね、前世紀のバルクっていうのはキャンプ性能が非常に高くて、まあチェイスに関しては少し弱めな性能ではあったんですけど、遠距離から壁を当てるっていう風な戦い方もあったし、何よりね、このキャンプ性能が群を抜いて強かったので、その後の第五人格を見てもね、この時のね、バルクほど高いキャンプ性能をね、持ったキャラクターはね、出てこなかったですね。バルクおじいちゃんなんですけど、本当に強かったです、この時は。第2位シーズン7ジョー、さあお待たせいたしました、みんな大好きマリー様ですね。直近のシーズンであれば環境のトップにね居座り続けているこのマリー様なんですけど、実装初期のね、S7 頃が最も強い性能だったのかなということで、 S7 の女王をね選ばせていただきました。この時のね、女王何が強かったのかというと、こんな感じ。オブジェクトを貫通する鏡のスキル攻撃を持っている。移動速度が他のキャラクターより速い。鏡の CT が12秒と速い。鏡の持続時間が16秒と長い。ゲームの開始後、すぐに鏡を出せる。あと、美しい。っていうことなんですよね。今考えたらめちゃくちゃ強いですよね。まずそもそものマリーのスキルとして、このオブジェクトを貫通できる鏡を持っているって、これだけでもまず強いのに、当時のマリーは移動速度が他のハンターよりも 2% ね、速かったんですよね。ちなみにね、ダウン後の速度っていうのは、ボンボンとバイオリニストと同じ移動速度らしいんですよね。で、さらにね、鏡のクールタイムが12秒っていうね、かなり短い時間であって、
った。プラス鏡の持続時間が16秒っていうことだったので、ほんと今よりもね長くね鏡がねいたんだよね。で俺もねマリーが実装された当初っていうのはもうこの波に乗ろうと最強なハンターだって思って使ってみたんだけど、ここか、ここは誰もいねえじゃん。うまくね、鏡を使うことができませんでした。今だとね、鬼没女王っていうのが主流なんですけど、当時はね、犬がね、流行ってて、犬で確実に一発入れて、鏡でもう一発当ててダウンっていう方がね、多かった記憶がね、ありますね。もう鬼没持ちがね、主流になった今だとね、ちょっと信じられないよね。で、離れてるね、暗号機に関してもね、鏡を出して負荷をかけることができるっていう点でね、暗号機妨害に関しては非常にね、優秀だなっていうふうに思うし、ゲーム開始後すぐにね、鏡を出すこともできたので、即死を取りやすいっていう性能でもあったので、今回はね、第2位にランクインさせていただきました。第1位、シーズン7、魔女。この絶対王者魔女を第1位として選びました。やっぱ初期のね、魔女っていうのはバグが多かったので、今回は使いやすかったとされる S7 のね、魔女を選びました。この当時の S7 の魔女っていうのは弱体化が入っていない状態の魔女なので、非常に強かったんですね。強かった箇所はこんな感じ。魔女の規制を自分で取ることができない。規制信者を取り除く時間が長い。サバイバーは誰が規制信者の輪っかを持っているかがわからない。連続して巡視者を使っても噛んでる時間が短くならない。今だとね、自分で規制を取り除くことができる上に、規制されている数に応じて規制を取り除く時間が減少するっていうね、修正がされているんですけど、当時はね、もう規制をね、外すことすらね、できなかったんよね。誰がね、規制の輪っかを持っているかがわからなかったので、もう手を貸して早くとか、そういうチャット頼りでね、規制を外し合うしかなかったから、サバイバーの連携力っていうのがね、求められていたんよね。ほんとね、もう当時の魔女戦に関しては、もう一人一人が無駄のないね、動きをしないと勝てないから、初動でね、即死を取られたりとかするミスがあると、もう取り返すことがね、できなかったんよね。このやっぱり雪だるま式に強くなっていくこの魔女に対応してね、今だと飛んだサバイバーの数に応じて、規制を取り除く時間が短くなるっていうようなね、修正もされたんですよね。サバイバーはそれほどね、一つのミスを取り返すのがすごく難しくて、勝てなかったんだよなぁ。まあ、サバイバーをかき回すようなね、全体負荷をね、かけて勝ちに持っていくっていう風なね、勝ち方もできるし、本当この魔女っていうキャラクターに関しては戦略のね、幅が広いなっていう風にね、思いますね。この当時に関してはサバイバーの立ち回りも難しいし、一回ミスったら本当どうしようもなかったっていうね、記憶がありますね。もちろんね、メリットだけじゃなくて、この魔女っていうキャラクターはチェイス以外にも考えることが多くて、回っている暗号機の把握やサバイバーの状況を理解して動かないといけないから、個人的にはね、一番難しいハンターなんじゃないかなってね、思います。まあ、僕もね、ハンターをやってて、サバイバーをね、触手でペチペチ叩くだけのね、戦い方ばかりやってるから余計に思うんですけど、もう魔女ね、使える人ってのは本当にね、頭いいなってね、つくづく思いますね。第五人格で一番難しいハンターであり、一番強いハンターだなと個人的には思ったので、今回は第1位として、この魔女を選ばせていただきました！はい、ということでね、ちょっと長くなってしまったんですけど、結果をまとめるとこんな感じです。魔女女王、クモ、バルクあたりは手に負えないレベルでね、本当に甲乙つけがたいくらいね、強かった記憶がね、ありますね。地位は女王だよ、バルクだよとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、あくまでもね、SH からプレイしてきた、まあ、子さんユーザーの一人のね、ランキングとして見ていただけたらなと思います。それではね、ご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、他の第五人格の動画も見てみてください。それじゃあ、バイバーイ！